じゃあ、こううするのはどう彼に秋のこと全部話すえっ <laughs> そう私は実際に起きた出来事までしか伝えてないからだからあなたが自分から全てを話して彼に委ねるの。 なんで秋は彼に秋のことを諦めてほしいんでしょ <laughs> なら全部話してそれでもし自分には何もできないと思い知ったら彼もきっと諦めてくれるんじゃないかしら それにうんうん何でもないわとりあえず私から言いたいことはそのくらいかしらあとをどうするかは自分で決めなさいアキ。秋 分かったそれしか諦めてもらう方法がないならあんたに私のこと全部教えてあげるああきちゃん 立って大丈夫なの平気別に歩くくらいなんともないしそれより美咲さん あそこまで、車で送ってもらってもいい分かったわねえ今から行く場所で全部話すから。 いつ来ても変わらないねここあっ園長先生うん先生も元気そうでよかったちょっと中に入りたいんだけど いいじゃあ、一緒に来てくれる私は、ここで待ってます私もここにいるわ。園長先生と話したいし 私がこの孤児院にいた時に使ってた部屋よ今は空き部屋みたいだけど私のこと聞いたんだよねお母さんをずっと待ってたってことも。 学校が休みの日は部屋でずっと待ってたこともあったの私を置き去りにしたお母さんのことは今でも許せないって思ってる捨てられて。 寂しくて悲しくて本当につらかった大切な人と別れるのがこんなに苦しいなら最初から一人でいる方がいいと思ってたのだから大切な人を作るなんて考えもしなかった ずっと、一人で生きていかなきゃって思ってたし自分のことだけで精いっぱいでだから当然恋愛だってしたことないしするつもりもなかったあんたに。 会うまでは最初はあんたのこと正直嫌いだったわ変態だし男のくせになよなよしてるし。 お風呂場はのぞくしスカートはのぞくし何度も本気で追い出してやろうと思ってたでもたたまには頼りになることもあってそれにあんたって妙に話しやすいし遠慮しなくていいし 一緒にいると楽しいしそれでだんだんそれが普通になってきて気づいたらあんたがいつの間にか大切な人になってたでもだから あんたといるの怖くなったずっと考えてたの私 <laughs> あ,あんたが <laughs> お母さんみたいに私を見捨てるんじゃないかって口でなら何とでも言えるでしょうお母さんも必ず迎えに来るって言ったくせに 結局来なかったんだからずっとずっとお母さんの言葉信じてたのに裏切られてさいくらそばにいるって言ってくれても離れることが怖いから信じられなくて。 私もどうやって人を信じればいいのか。